こんにちは、市場直送便カザローライブを始めたいと思います。アイロニー南青山店の藤井と申します。よろしくお願いします。ではちょっとコメント打ちます。市場直送便のカザローライブです。カザローライブ、コメント固定できました。では今から市場直送便のカザローライブを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。市場直送便、今日昼くらいに届いて水揚げもライブでご一緒にさせていただきました。すごい元気になりました。届いた時の状態も良かったので水下がりなかったですけど、よりシャッキリとした感じしてます。今日のお花がこちらですね、パンジーアプリコットシェード10本、柔らかいこうアプリコット系のいろんなちょっとニュアンスカラーのパンジーです。あとは同じくちょっと優しいふんわりしたお色のミディファレノプシスゼウスっていう品種になります。めっちゃ可愛いですね。はい、あとはクレマチスすごい、今日すごく立派で長いもの届いたので、他の花材、メイン花材たちが短かったので半分に切ったんですけど、こんなに20本になったのでたっぷりになりました。エトワールローズです。よし、とマルバユーカリですね、の以上4種でカザローライブをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、あ、金ちゃんさん、明けましておめでとうございます。お久しぶりです。今日は藤井がお届けさせていただきます。拙いライブですがよろしくお願いします。何かご質問とかあればコメントをなるべく見れるかといいなと思うので、ぜひコメントください。では今日はちょっと見にくいですかね、一生懸命セッティングはしたんですけど、こちら市場直送便でもよく使われている、あ、グリーンがすごい目立ちますね、クリスチャントルチュのディアボロというフラーベースのオリーブグリーンの M サイズですね。こちらに投げ入れしていきたいと思います。じゃあ投げ入れは基本的に大きいお花、メインになるお花から飾っていくといけやすいかなと思いますので、ミディを入れていこうと思います。今日ね、束ねられるくらい長さあるので束ねていただいてもいいかなと思うんですけど、ちょっと投げ入れの方がこの流れが活かせるかなと思うので、今日は投げ入れでカザローライブ進めていきます。いける長さを決めて入れていきます。もう皆さんご存知と思いますが、ディアボロはこの円のデザインのところがプレスされていて、花留めの役割もしているんですね。横から見るとこういう形の花器なんですけど、表面も裏面もこういった円のところポンと押してプレスしてくっつけてあるんです。なのでお花を入れられる場所はこっち側とこっち側、2箇所から投げ入れができます。ちょうどこの今こっち側に1本入れたんですけど、ここから入れると自然にこう流れやすい、すごい消えやすい花器になります。どっち両方に入れてもいいし、こっちからの流れとこっちからの流れ両方楽しんでいただいてもいいですし、そうすごいね、でこっちはこっち、こっちはこっちって言ってまっすぐこうパラレルになるように入れていってもいいですし、すごく飾り方のレパートリーが多いフラーベースになります。
でお花見てどっち側の方が可愛いかなと流れを見ながら、こっちの入れていきます。画面見ながら難しい、じゃあパンジーも入れていきますね。パンジーとか柔らかい、今日柔らかいのとミディが結構しっかりさんなので足元きちんと入れるな方向を間違えずに入れて、ぶつかって折れないように入れていってあげてください。かわいい、この色合わせかわいいですね。すごく優しい色。ミディにもすごいそっとなじみますね。流れを作って、内側に入れた、ユーカリもしっかりしてるので間に入れていきます。かわいい色のパンジーですね。本当にすっごい優しいふんわりしたアプリコットカラーです。すっごくかわいいです。さっき水揚げライブの時に9日火曜日まだ残ってますよってお伝えして、あと4件あったんですけど、多分結構ねその後ご購入いただいていて、あと1件残ってるかなっていう感じです。気になる方は早めにライブを一度中断して早めがいいかも。ちょっと長いの一本こっち側に入れようかな。かわいいです。クレマチスもたくさんありますからね。ちょっとこっちにも長い、こう横細いんですよね、スリムなので。今見えやすいようにこっち側作ってますけど、テーブルのセンターとかに置いていただくようにこっちから見ても可愛いように両面でいけていってもいいかなと思います。両面でいけてみようかな。急遽ミディがせっかくこっち側にも顔を出しているので後ろから両サイドから見れるように入れてみたいと思います、ね、テーブルの向こう側も可愛かったらどっち側に座る人も嬉しいですもんね。そうしてみよう。本当にこのフラワーベースが優秀すぎてどういけても可愛くなるんです。自然に、本当に自然に返すってよくお伝えしてますけど、自然に自然に。クレマチスも入れていきます。足をまっすぐ入れて、よいしょ、ちょっと前の方にも失礼します。かわいい、もうモリモリのクレマチス全部入るかなすごいいっぱいあるんだよね。朝水揚げした時にクレマチスはこう見えますか、繊維を
叩いてこのように出してくださいってしたんですけど、飾る時にはその面切って新たに叩かなくて大丈夫なのでカットしてお水につけてあげてください。まっすぐまっすぐ、かわいい。ミリとかちょっとお花が傷つきやすい子なので、他のお花入れるときにお顔が傷つかないように気をつけてあげてください。よし、かわいい。もう全然全部入らないかも。もりもり。一瞬失礼します。長めに取ってあったクレマチスはピョンと出してあげると、あーミディちゃん傷つけないようにさーちゃん笑ったドキドキしちゃった。 OK 入りました。まさこさんオーダーですか？あ、違います。あの市場直送便というオンラインのレッスンではないんですけれども、そういった市場から直送で届く課題が届いて説明下手だね課題が届いて、あのご自宅で自由に飾っていただける商品の飾り方のご紹介ライブになります。ちょっと暴れさせちゃった、かわいすぎて。贅沢ですね。一直分やっぱりすごいわ。もうお花が飾りきれません。なので一箇所じゃなくて全然いいと思います。もう何箇所にも小分けにしてお家の中に飾っていただいたり、あとなんか会社とかそういうところに持って行っていただいてる方もいるみたい。ちょっと長すぎて。いいですよね、すごい。あとちょっとちっちゃいブーケを何個か用意してお友達にプレゼントとか、いろんな用途の時に使えると思います。もうね、クレマチスとユーカリがパンパンなのでこんなくらいでいいかも。
どうでしょう。一旦見てみよう。かわいいかわいい。ミディがもうグリーンに溢れてかわいいですね。全体的にバランスを見て、まだまだクレマチスちょっと余剰あるんですけど、こんなもんでいいんじゃないかな。あ、金ちゃんさん、日持ちする花材なので今回もいいですね。ありがとうございます。そうなんです、もうね、すべて日持ちしますよね。ミディはもちろんだし、パンジーとかクレマチスの1番花が終わっても他のお花、葉っぱとか2番花とかが咲いてきて長く楽しめます。では1個目、ディアボロの M サイズオリーブグリーンのカラーに投げ入れしました。見えますか。ちょっと今日はグリーンがたっぷりのクレマチスが可愛かったので、ミディもちょっとミディがグリーンの中にいてお庭の中にいるみたいで、なかなかないシチュエーションですけど可愛いですね。こんな感じです。このディアボロのグリーンが生けやすくて、前の方とかにツルを垂らしてあげてもとっても可愛いです。溢れそう。チャムコさん、お久しぶりです。あ、素敵ですね。お願いしてよかったです。 ありがとうございます。楽しんでください。すごい今回もね、お気に入りとっても可愛いですね。じゃあ投げ入れをもう一種類していこうかなと思います。フラワーベースが変わるとかなり見え方も変わってくると思うので、今日はディアボロからこちらですね。4月の夏季セテアソシエイトの4月の夏季、これも名作ですけれども、プチサイズ、一番ちっちゃいサイズですね。ちょっとお待ちください。よし、ここに今度は入れていきたいと思います。ちょっと鼻抜いちゃおうかな。これもまた違った感じで、試験管が連なっているフラワーベースになるんですけど、見えにくいか。こうやってクシュクシュクシュって連結してるので動くんですけど、まとめてこうやって持つことができます。でこのシルバーの金具でつながってるんですね。これを連なった状態でどう入れていってもこうまっすぐそこから生えてるように自然に生かしてくれるので、好きな順番で入れていきましょう。ちょっと花材を分けて、このプチサイズ、小さいサイズは小さいんですけど、一番ね、だけど意外とお花入ります。こういう春の草花とか、お水しっかり入れていただくと重さでそこまで倒れない。枝物とかはさすがに重たいかもしれないですけど、そう、ちょっと柔らかいお花なので優しく一旦ほどいてあげます。では入れていこうかな。ここくらいまでほどけたら、はい、ミ
リーは結構頭が重いんですけど、それでもこのプチサイズに入ってくれると思います。やってみます。下から生えてきてどれくらいがいいかなってカットしていきます。こっちの方が可愛いか。可愛い。あ、見えるかな。ちょっと下か、さっきより低くなっちゃったので後ろに下げようかな。よいしょ、このが見やすいですかね。見えますか？見えてる。いいじゃないですか、見やすくなった。流れが可愛いです。っていうのもまた可愛いですよね。やっぱり何でも八重って豪華でプリプリってして可愛くなるんですけど、この一重っていうのもやっぱり好きだな。可愛い。先端赤いところとかあって、このオレンジの色に映えますね。感じ全部入れちゃう。試験管があることによって全部まっすぐ伸びやかに上に伸びてくれるので、あんまり迷わずに入れることができます。考えすぎずにも可愛くなってくれる牡蠣なので、ポンポンと感じの季節ですからね。感じまた届けできたらいいなと思います。パンジーとかラナンキュランスとかチューリップとか、春のお花が今次々と可愛いお花出てきてるので、この生ける場所だとあんまりコメントがわかんない。4月の牡蠣プッチも可愛いですね。まだ持ってなくて、あ、持ってないですか？プッチもね、あれいいですよ。ブーケをばらして終わった後とか葉っぱだけ入れてても可愛いんですよ。すっごく便利、すっごく便利。花をよく生ける方にはおすすめだし、あまりお花これから飾りたいけどどうやって飾っていいかわからないなっていう方にも、ちょっとずつ飾っても全然可愛いですからね。いっぱいこう地直売みたいに贅沢にあるともういいんですかみたいな感じでいっぱいいっぱい入れちゃいますけど、ちょこっと入れてあげるだけでも可愛いです。ちょっと前見たくなっちゃうね。この辺下の方も
と役ですね。今日からまりちゃんが多いから、ちょっとミディを持ち上げて前の方にも垂らしてあげます。もうこのくらいでも十分かなくらいね。可愛い。まだまだあるんですけどね。今日多いね。髪型多い。見えますか？市場直送便はこうやってたっぷりのお花をロット単位でお届けしているので、飾り方をいろいろできるのが楽しめるポイントなんです。なんかこういうことやってみたい、この花器でちょっと遊んでみたいなとか飾ってみたいなっていう時にすごいおすすめのレッスンじゃないけど商品になってます。すごく合うね、この柿に。ちょっと見えない。します前を。この辺も欲しいがあったり、なんかこのお花よりこっちのお花の方がもっと伸びるかなっていう、こう高くしてあげたり、自分が思うもっと伸びる子かなとか、ちょっと今日はね葉っぱが短いですけど、そうクレマチスとか長いものもっと伸ばしてあげたかったら伸ばしてあげてもいいですし、自分の可愛いなって思う、綺麗だなって思うのを見つけながら楽しんで入れてみてください。それがね、すっごいしがやりやすい牡蠣がこの2つかなと思います。4月の牡蠣とディアボロ、投げ入れにぴったりな。ちょっと前から見てみましょう。どうですか、見えましたかね。お、いいじゃない、かわいいです。こんな感じで見えますかね。 OK。 はーい、4月の牡蠣プチのサイズに生け直してみました。やっぱミディが華やかでポイントになるし、外の小花たちも優しくてかわいいですね。こんな感じ、また雰囲気変わりますよね。これ先ほども言いましたけど動く牡蠣なので、もっとちっちゃく飾りたかったらプシュプシュってしていただいても、途中で連結取って半分サイズにして飾っていただくこともできるので、こんなに長く飾る場所ないよっていう方も飾っていただきやすい牡蠣になってます。かわいいって、ありがとうございますね。お花がもう可愛すぎて簡単でした。可愛いから皆さんもぜひお家にある花瓶でいろいろ楽しんでみてください。多分あともう1セット同じのがあると思うので、よければ9日火曜日、校内もう売り切れたそうです。
ありがとうございました。すいません、やっぱ可愛いからね。そう、あの市場直送便、基本的に課題決定前にご購入いただくのがいいかなと思うんですけど、来週分はまだちょっと決まってないんですね。決まり次第インスタライ、ストーリーズとかに投稿させていただきますので、そちら見ていただけるといいかなと思います。では長くなりましたが、質問大丈夫そうかな、ちょっと目悪いんで。あ、銀ちゃんさんが嬉しい、ありがとうございます。あ、ジャムコさん本当に可愛い、どちらもやってみます、ありがとうございます。どっちもすごく楽しかったです。もう生けててすごく楽しくなる柿なので、そう、ぜひどっちもやってみてください。ありがとうございます、癒されました、ありがとうございました。じゃあこちらこそありがとうございました。では9日到着の方も楽しみにしていてください。あ、そうだ、あとさっきなんかこの水揚げライブで今映ってるかな、ガックス後ろの牡蠣のフラワーベースの棚のこちら購入できますかっていうメッセージいただいてたんですけれども、青山店見に直接見に来ていただけますのでね、オンラインストアにもございますけれども、見て買いたいなっていう方はあの手に取ってぜひ選びに来てください。ではでは、ありがとうございました。今日は可愛いこんな優しい色の子たちでした。失礼します。ありがとうございました。